マーヤルドルフはアメリカ合衆国フロリダ州生まれの女優、コメディアン、ミュージシャンである。コメディアン、女優として知られるルドルフは1972年にフロリダ州ゲインズビルで生まれる。母親はシンガーソングライターとして活躍していたミニー・リパートーンで、父親は作曲家・兼作詞家のリチャードルドルフ。父親はシュケナジムで、母親はアフリカ系だった。 母の名曲、ラビングユーは、彼女が誕生した時の子守歌が元になっており、アルバムバージョンの最後に、マーヤ、マーヤと歌っているのが聞ける。両親が音楽業界で働いていたため、マーヤが幼い頃に、一家はロサンゼルスへ移住。母親が歌手だったため、マーヤ自身もよく付き添いで、スタジオに同行していたという。1990年に、サンタモニカの高校を卒業後、 カリフォルニア大学サンタクルーズ公営進学。卒業後は、ポーター大学で、写真学の学士を取得した。後に、人気番組、サタデーナイトライブにレギュラー出演。出演中は、ホイットニー・ヒューストン、ジェニファー・ロペス、ハルベリー、ティナ・ターナーなどのエンターテイナーから、元国務長官、コンドリーザ・ライスや大統領夫人、ミシェル・オバマ、2020年米大統領選の民主党、 副大統領候補、カマラ・ハリスなどの文化人まで、幅広いモノマネで人気を博した。また、両親の才能を受け継いだのか、歌唱力にも定評があり、番組内で歌うこともしばしばある。同番組には、レギュラーとして2000年から2011年まで149エピソードに出演した。同番組でのコメディエンヌとしての功績が称えられ、2012年のエミー賞に、 ノミネートされている。レギュラー期間中にも女優として活動していたが、レギュラー卒業後は本格的な女優業を指導させ、主にコメディのテレビドラマ、映画など様々な作品に顔を見せている。2011年には、サタゲーナイトライブ時代の名優、クリステン・ウィグが制作、主演したブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランに出演。突如結婚が決まった。 主人公の親友を体当たりで演じた。同映画において他の出演者とともに MTV ムービーアワードを受賞した。2014年5月19日に NBC で自らの名を冠したバラエティショーが放送された。現在結婚はしていないが、ブギーナイツやゼアウィルビーブラッドなどで知られる映画監督のポール・トーマス・アンダーソンとパートナーの関係にあり、 二人の間には三人の子供がいる。2013年夏には第四子が誕生した。ありがとうございます。